オディエルヌは、フランス、ブルターニュ地域県、フィニステール県のコミューン。2016年1月1日、エスキビアントが合併した。オディエルヌは、ゴワイアン川口に位置し、森林に囲まれた丘のふもとにある、漁業の町である。町の砂浜は、全長1500メートルである。オディエルヌは、ゴワイアンの集落として知られていた。オディエルヌは、十四世紀に書かれた、 ボルドーの開示資料にその名が登場する。1321年、ベネツィア人、ペトルス・ベスコンテの地図においてはオディアーナ、その後1580年に、オランダの地図ではオジャーンと記されている。第二次世界大戦中、ビシー政権がオディエルヌに外国人捕虜収容所を置いていた。14世紀、沿岸漁業で豊富な海洋資源が提供されていた。 鮮魚は地元で消費されたりしたが、売買用には、塩漬けや燻製にされたり、干した魚が売られた。15世紀以降、オディエルヌの漁師たちは、ニューファンドランド島近海でのタラ漁に出かけていた。オディエルヌでは、ヨーロッパ諸国との商業貿易が行われていた。塩と魚を売り、その売上金から、布生地やワイン、香辛料を購入した。オディエルヌのカボタージュは、 フランス沿岸を回っていた。現在の経済の中心となっているのは観光業である。参照元、1999年まで、イヘス、2000年以降は NSEE。ありがとうございます。